ジーゲルスバッハはドイツビュルテンベルク州ハイルブロン郡に属す町村。この町はハイルブロン郡最小の町でシュトットガルト大都市圏周辺部に含まれる。ジーゲルスバッハはハイルブロン郡の北の郡、境沿い、ネッカー川の西、数キロメートルに位置する。この町は暗い日がう地方とネッカー山地の境界にあたり、 南から北に向かって登ってゆく石灰岩の高原で、東側はコイパーの砂岩室の土壌である。町の大部分はミュールバッハ川を経由して、東のネッカー川に注ぐ小川の流域であり、西のわずかな部分がエルゼンツ川に注ぐ小川の流域になっている。ジーゲルスバッハに隣接する自治体は南から時計回りにバーとラッペナウ。 ヒュッフェンハルト、ハスマースハイムである。ジーゲルスバッハは、バートラッペナウ及び、キルヒャルトと共に、行政共同体を形成する。ジーゲルスバッハには、さらに細分化される地区はない。ジーゲルスバッハは、ローマ時代のネッカーリーメスの後輩地にあたる。周辺には、多くのローマ時代の農場があり、ゼーゲルスバッハ側の近くを、ローマ街道が通っていた。しかし、 ジーゲルスバッハ町内からローマ時代の遺跡は発掘されていない。最初の入植者はおそらくボルムス市教区からやってきたのであり、11世紀から12世紀にかけてネッカー川とエルゼンツ川の間の開拓が行われたと推測されている。この村が最初に記録されるのは1258年である。コンラートフォームエーレンベルクとビンプフェン教区との間で、 B 社シーゲルスパッチの権利をめぐって争いがあったとその名が記録されている。1380年にジーゲルスバッハはプファルツ選定公領となり、以前からこの村の一部を領していたヒルシュホルン家が霊園としてこれを治めた。この頃、1358年と1393年にシュネプフェンハルター・ミューレについての言及が見られる。 この水車小屋は礼拝堂とともに16世紀にこの村の所有となった。ヒルシュホルン家及び現在の町域の一部を治めていたコンラートフォン・バインスベルク・ハンスフォン・ゲンミンゲンは15世紀にプロテスタントに改修した。ゲンミンゲン家は19世紀に至るまでこの町の一部を保持し続けている。1523年にこの村にヒルシュホルン家によって 宗教改革がもたらされた。1554年にヒルシュホルン家の領主は、ジーゲルスバッハに条例を交付した。1632年にヒルシュホルン家が断絶すると、ジーゲルスバッハは、まず、プファルツ選定校の会計局の管理下に置かれた。1634年に30年戦争のために、スウェーデン軍によって焼き打ちされ、翌年にはペストが猛威を振るった。 17世紀後半に、この村は、ビザー男爵、後のビザー博家に、霊園として与えられた。ビザー家は、プロテスタントを信仰していたため、オーストリアから逃れてきたのであった。ゴットフリート・フォンビザーは、プファルツ選定校の枢密院となった。その息子、フランツ・メルヒオール・フォンビザーは、プファルツ選定校、ヨハン・ビルヘルムと共に、カトリック信仰を回復し、 1698年にジーゲルスバッハを霊園とし、1702年には帝国博となった。カトリックの領主がプロテスタントの村を治めるという事態は、一部は20世紀初頭まで続く数々の宗教対立の要因となった。博の要求する不役や税は1554年に法で定められた量を超えていた。この他にも宗教対立があった。 村の教会は、まず諸宗派共同教会とされた後、1710年にカトリック教会に改められた。そこで、プロテスタントの住民は、1765年に新しい教会を建て、また宗派によって、墓地も分けられた。1803年に、プファルツ選定校が消滅すると、この村は、オーバーアムとモスバッハと共に、来人間公領となった。 さらに来人遠行が統治権を失った後、1806年に統治権はバーデン大公に移され、別クスアムとネッカービショフスハイムに編入された。ビザー博は18世紀には長らくマンハイムやフリーデルスハイムに住んだのだが、1788年にジーゲルスバッハに戻り、霊園として与えられていた、この報道を完全な所有地である自由領に改めようと画策した。 ビザーハク・ヨーゼフは1811年に来年現行に対して旧霊園を自由領とする対価として発生、ライングルデを支払う協定を結んだ。しかし、その翌年、彼の領主としての行政機構は解体され、この村はオーバーアムト・モスバッハの一部として管理されることとなった。ヨーゼフは同時に森林所有地をよその希望者に売却しようと試みたが、 村にこれを阻まれ、結局1813年に村がこの森林を購入することとなった。ビザーイエは1823年に上官をも売却し、シュタインアム・コッハーに移住した。村はさらに1829年に原民元家からも森林を獲得している。1841年には人口815人を数えるようになった。 1848年にビザー博は被護刑をも返上したのだが、1862年になって再度これを要求している。博家が完全に手を引いたのは1868年になってからのことであった。1864年にこの村は別クスアムとジンスハイム、後のジンスハイム軍に編入された。ジーゲルスバッハは19世紀後半に工業化がなされた。 ヤーコップ・グレッチンガーは1864年に石鹸工場を創業し、これがヤガ鉄とドイチャ・リットル、ウンとフェツランファブリック社に発展し、1898年には大規模な製造工場を建設した。1902年10月15日は、ネッカービショフスハイムからヒュッフェンハルトへのクレプスバッハタール鉄道が開通した。1907年からは、 ジーゲルスバッハ採石場から駅までの狂気軌道も敷設され、同じ年に新設の工業学校が開校した。1930年にバート・ラッペナウからジーゲルスバッハを経由して、ヘルムシュタットに至る乗り合いバスも運行を始めた。1935年の人口は770人であった。1939年に油脂工場が閉鎖された。 1939年に軍の弾薬施設の建設が始まり、1940年にはこの施設に向けて鉄道が延長された。1944年にはこの施設で V2 ロケットの製造が開始された。この施設は戦争の進行とともに空爆の目標とされるようになった。第二次世界大戦後、この地域はアメリカ軍の弾薬貯蔵庫として利用された。 人口約750人のこの町は、約450人の東部から放築された、ドイツ人及び105人の疎開民を受け入れた。これらの人々を収容するために、新しい集落、シエドランが開発された。さらに重要な住宅供給処置として、もともとは、ドイツ連邦軍貯蔵庫の従業員用に建設された、住宅が提供された。 有志会社は1947年に営業を再開し、1948年から1958年まで工場での創業が行われた。1959年にドイツ連邦軍はここに資材貯蔵庫を建設した。バート・ラッペナウからジー・ゲルスバッハを通り、ヒュッフェンハルトへと通じる道路が1963年に建設された。 バーデン・ビュルテンベルク州の軍再編により、1973年にジーゲルスバフ派はビュルテンベルクのハイルブロン軍に属すこととなった。隣接するバート・ラッペナウへの合併に関する議論は、1974年の住民投票で大多数が反対した。しかし、国民銀行及び農業信用金庫は合併し、1975年にはバート・ラッペナウと、 行政共同体を形成することとなった。1982年には町を通り抜ける道路の建設が行われた。ジーゲルスバッハは2004年に起きた死者1名、負傷者2名を出した残忍な銀行強盗事件でドイツ国内では知られている。主犯容疑者はバッカーフォン・シーゲルスバックと呼ばれている。ジーゲルスバッハの住民の多くはプロテスタント信者である。 プロテスタント教会の他に、カトリック教会や自由教会、イヴァンジェリッシュ・トーファージェ・マインド・イートグもこの町にはある。ジーゲルスバッハには18世紀からユダヤ人コミュニティが存在していた。1775年には28人のユダヤ人がおり、1801年までに63人に増加した。19世紀にはシナゴー群が建設され、 ユダヤ人コミュニティは19世紀中頃まで拡大を続けた。1848年には104人のユダヤ人が住んでいた。19世紀後半からユダヤ人の移住が始まりコミュニティは急速に縮小に向かった。1875年には67人、1900年には29人、1933年には9人になった。 その後1938年1月までに3人のメンバーが亡くなり、この町のユダヤ人は6人にまで減少したため、1938年1月19日にシナゴーグは売却され、宗教上のコミュニティは解消された。最後の6人はその後アメリカ合衆国へ移住した。ジーゲルスバッハの町役場ジーゲルスバッハの議会は10人の議員が構成される。 議会では、これに市長が加わり議長を務める。図柄、赤と金の左右に分割。中央に6つの突起を持つ星が配置され、半分ずつ逆側の字路で彩色されている。ジーゲルスバッハの紋章の星は、かつての領主ビザー博家の紋章に由来する。カールスルーへのゲネラルランデスワルヒーフは、型と色を変えて星を街の紋章として採用することを提案し、 1922年に採択された。旗は1959年5月16日にバーデンビュルテンベルク州内務省の認可を得た。この町の見どころはフィンフミューレンタールで5つの水車の1つに数えられるシュネプフェンハルターミューレが長域に存在する。この谷は遊歩道としてツインマーホーフにあるビーシャルスティカの近くに通じている。 ジーゲルスバッハ上ジーゲルスバッハの最も重要な企業はマンシュローダー GMBH である。ここは300人以上の従業員が働く化粧品会社である。総面積1 8キロ平方メートルのムーナ、ジェランド中、ドイツ連邦軍は広さ0 4 k ルを貯蔵倉庫として利用している。 かつてのアメリカ軍基地部分はドイツ連邦軍の戦車をはじめとする軍用車両基地となっている。この街はアウトバーン A6 号線のバーとラッペナウインターチェンジ近くに位置している。また、シュバルツバッハタール鉄道の支線でネッカービショフスハイムからヒュッフェンハルトに至るクレプスバッハタール鉄道に面している。ジーゲルスバッハでの出来事は 日韓紙クレイチェグをシュティンメおよびラインネッカー、サイトゥングに掲載される。ありがとうございます。